第2部も元気にいきましょう。ぶっかけ男気マックス、いくぜ。今日は朝からテンション高い、君と初めてお出かけだ。姫路雪の新快速、怖い兄ちゃんが隣に座った。次は山科地下鉄小先生も乗り換えです。京都に降りるはずが途中下車。僕はとっても気が小さい、男らしさってなんだろうな。だからぶっかけてやるのさ、青春の意地を。ぶっかけ男気マックス、雲一つない青い空。ぶっかけ男気マックス、君を迎えに行くよ。ラン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 。2番、お昼はこれから何食べよう。なんでも君が言ったから、王将に連れて行った。僕牛丼よりはやんか。いらっしゃいませ。いやのせいそうはんそうねいなほう。ドア開けて君より先に店に入る。餃子くらいはおごってやるぜ。優しさって一体なんだろうな。だからぶっかけてやるのさ。いろんなところにぶっかけ男気マックス、言いたいこと言ってやれ。ぶっかけ男気マックス、君のため僕のため。ぶっかけ男気マックス、一歩ずつでもいいからよ。ぶっかけ男にマックス、君のため僕のため。ラララララ